やあ、せつなケースだよ。今回はこのゲーム、猫界シミュレーションってゲームをやっていきたいと思います。このゲームの作者さんはね、俺が最近ツイッターでお世話になっているあのうわぼみちゃんですよ。皆さん、え、知らんて。まあそういうこともあるわな。過去に俺が実況した、ブラックパーティーっていうゲームや、土の中っていうゲーム、あと落書きピースっていうゲームの作者さんの人で、まあ、最近俺結構この人にお世話になっとるんやけど、この人がまた最近新しいゲームを作っておりますって。まあ猫界シミュレーションって言うからにはね、なんか猫を飼うシミュレーションにもなるんだろうな。俺猫飼いたいなと思いながら、猫アレルギー持っとうけん飼えんけんな。このゲームでちょっと満たされとくわ、お前。うん、満たされとくわ。アドの名前を教えてください。あ、主人公だ。なんかさ、うわぼみちゃんのゲームってさ、なんか主人公女の子率高いんよな。ブラックパーティーの実況の時にも言ったけどさ、俺女の子の名前決める苦手なんよな。どうしようかな。作者さんの名前にしようか。はい。それは日課の散歩をしている時だった。公園の芝生を通りかかった時、無造作に置かれた段ボールが目に入った。あ、多分今作者さん、うわぼみちゃんがこの動画見よったら、あれ、せつけんさん漢字が苦手なのに無造作って読めるんですねって思われとるだろうな。多分それぐらいに思われている俺の漢字スキルのなさを。こんなの昨日はあったっけ。不審に思って足を止めると、にゃーんせっかくにゃーんっていう猫の鳴き声の SE 入ったのにね、勝手そろりに上書きして俺の声入れるからね。どうせこのにゃーんってこうやってフリー素材だろう、フリー素材だろうお前。ダンボールから何か声が聞こえる。何の声。謎の声が私を呼んでいるように思えて近づくと、そこには一匹の猫がいた。あら、かわいい猫だこと。かわいいな。ダンボール小さない。ダンボール小さないこれ。猫入れるんだったらもうちょい大きいダンボール用意してあげればいいのに。冷たい風とか防げんでよ、俺だったら。わあ、かわいい。私の次に。かわいい生き物との出会いを喜ぶ私とは対照的に、暖房に詰まった猫は、悲しそうな顔でうつむいていた。きっと捨てられたのだろう。悲しそうな目がそれを物語っている。こんな小さな猫一匹で、高度化で生きていくのはあまりに酷だ。かわいそうになった私は、気づくと猫を抱き上げていた。拾った猫の名前は何にしますか。もう飼う気満々です。もう飼うことを前提で話を進めております。野良えもん。何このコロコロコミックで昔連載されとったドラベースに出てきそうな名前は、お前。猫の名前か。やっぱり可愛い名前がいいよな。北斎。北斎、私の家においで。それが私と北斎の出会いだった。セーブはー計画の通り込み。ぐるぐる回る。ぐるぐる。まずは家族を味方につけて、お母さんを説得しよう。お母さんからラスボスみたいな感じになってるやん、お前。まあいつの時代も女の人って発言力高いからな。出始めにおじいちゃんから味方にしよう。おじいちゃん、あ、ご丁寧に矢印までつけてくれてる。おーし。メニューではセーブしたり、罪の数ってなんだお前。なんだ罪の数ってなんだお前。え、主人公女の子全科文字なの。なんなの。ストーカー5件とか万引き8件とかあんのか。罪の数を確認したり、スチールリストが見られます。スチールリストでは集めた画像が見られるので、家の中をたくさん調べて画像を集めてみてくださいね。ほう。あ、主人公の女の子に猫かぶってるやん。あ、こんな感じか。北斎上踏み。なんか村だけの末っ子ってある。
ああ、村田上踏みって名前なんじゃ。じゃあ略して村見な、お前の名前は。あだ名は。スチールリスト。こんな感じで、罪などで入手したスチールを見られます。罪を犯して手に入れた。罪を犯して手に入れたって、お前な。なんか宝石とかそういう系に思えるな、お前。万引きみたいな感じになったらな、お前。収集率。どうでもいいけど、この収集率って文字と、この列の、なんかブラックパーティーでも見たんですけど、これ。メタ的なことを言ったら、ブラックパーティーでも見たんですけど、この並び、お前。オプション。これはいいや。セーブ職外です、とりあえず。オッケー。罪の数、味方の数、猫、有効度とかあるんだよな。オッケー。よし、じゃあ、おじいちゃんのとこに行こう。北斎、どうしてんの？にゃーん！あらまーよくありがちなっていうか、定番の猫のいたずらだ。症状ボロボロ。でもさ、障子ってさ、ぶっちゃけ猫に破いてもらうために存在するようなもんやしさ。げっ、マジか。でもまあ、おじいちゃんの部屋だし、いいか。切り替え早、お前を。てか、表示に飼い主の罪ってあった気がするんですが、北斎の罪の間近言ってない？おい、ゲームの中の登場人物か見ちゃあかん文字見えてるよ、お前。それはお前が見ちゃいけない文字だぞ、お前。読んじゃいけない文字だからな、お前。メタ的な発言しやがって、お前。動物の罪は飼い主の罪。そうですか。受け入れた。主人公も受け入れた。テーマはお前、動物の罪は飼い主の罪だからな、このゲームのテーマはな。木森めじろ、おじいちゃん。ああ、この人は上踏みのおじいちゃん。孫には激甘で何をしても許してくれる優しいおじいちゃんだ。ばあさんや、飯はまだかいの？おばあちゃんじゃないよ、上踏みだよ。ふえふえふえ、そうかい。おじいちゃん、ちょっとお願いがあるの。何でもおじいちゃんに言ってごらん。ふむふむ、彼氏が欲しいとな。わかった、おじいちゃんが彼氏になってあげよう。違うよ。私ね、猫が飼いたいんだ。まだ家族の誰にも言ってないんだけど、おじいちゃんは味方になってくれるよね。やめろお前、実のおじいちゃんに、自分のおじいちゃんに色目遣いやめろお前は。ふぇふぇふぇ、おじいちゃんはいつだって上踏みちゃんの味方じゃよ。おわ、ちょろい。このおじいちゃんちょろいわお前。ちぃまる子ちゃんの友蔵レベルでちょろいわお前。チンチンじゃないわ。わあ、ありがとう、おじいちゃん大好き。おばあちゃんの次に。残念、おばあちゃんの方が上だったわ。部屋をボロボロしたのにおじいちゃんが味方になってくれていた。やっぱり孫には甘い。でもおばあちゃんの方が大好き。現実、これが現実ですよ皆さん。味方の数プラス1、現在の味方1って感じで。やったぜお前。すごい紙吹雪が降ってる。すごい祝福している。なに、味方が1人増えただけですごい祝福しているお前。よーし、次はおばあちゃんを説得しに行こう。おばあちゃんはおじいちゃんほど甘くないよ。そうか。他にも調べたいものがある。こっちにも障子あるしね。にゃーん、やっちまえ。障子をボロボロにされてしまった。またやっちゃったよ。同じ過ちを繰り返してしまった。繰り返…取り返しをつかないことをしてしまった。ララを殺してしまったアムロみたいなことを言ってる。サボテンやな。北斎がサボテンをいたずらしている、どうしますか。ああ、それはね、法人主義ですね、まあ、猫って自由に気ままな動物ですからね。もう飼い主も気ままに見つめてあげればいいですよ。サボテンがあるから危ないよ。にゃーん、えらい、お見事、いたずら回避。なんか知らんけどよかったらしい。サボテンは無事のようだ。人がゴミのようだみたいな言い方が。これは何、
北斎、どうしたの？にゃー、わー、ゴミ箱をぶつぶられた。え、ワクワクさん、これゴミ？マジか。この紙の束は多分おじいちゃんがおばあさんに向けて書いたラブレターである。ま、まあこれくらいなら後で片付けよう。やーだぶ。紙袋、あーこれ猫が好きそうなやつ、猫が好きそうなやつ。あらあら、紙袋が好きなんだね。ガサガサガサ。あら、かわいい。もうこれをサムネにしたいぐらいかわいい。この見つめている感じ、かわいいな。俺も猫飼いたいな。でも猫アレルギーだな。煽ってるのか。放任主義。何かしてほしいことがあるのかもな。してほしいことか。あ、くちゃくちゃになっちゃった。おじいちゃん、くちゃくちゃになっちゃった。ごめんな。でも、これもゴミ箱にぶち込むだろ。どうせぶち込むだろ、お前。残しとったって何にもならんからな、お前。よっしゃ。じゃあ、おばあちゃんのところへ突入だ。なのこれ。おじいちゃん、おばあちゃんの部屋の入り口、部数度もありますね。これ、魔女の家だったら即死ですよ、皆さん。魔女の家だったら即死ですよ、これ。うわ、あ、よかった。魔女の家じゃなかったけん、死なずに済んだよ、この猫。北斎も。何これ？トゲ？猫バリアを入手。あ、これあれじゃ。作者さんがツイッターでバズったやつだよ、お前。猫バリアって言うて、100均で買ってきて、並べるやつや。パソコンの周りに並べたやつや、お前。猫バリア？なんでうちにこんなものがあるの？じいさんよけに置いたんじゃよ。うちおじいちゃんはこんなもんで防げれるの？多分毎晩毎晩呼ばれに来るんだろうな、おじいちゃんが。性欲丸出しおじいちゃんだ。性欲丸出しおじいちゃんやないからさ。略して SMO な。おばあちゃん。この人は上踏みのおばあちゃん。スナック菓子を食べながらテレビを見るのは好きなんだ。子供か。おばあちゃん、ちょっとお願いがあるの。あら、上踏みちゃん、おかえり。おばあちゃんは今テレビを見てるから少し待っててくれんかね。おばあちゃん、テレビ見てんのか。何のテレビ見ようかって言ったら韓国ドラマかな。もうこの年のおばあちゃんが好きそうなもうテレビ番組見てたら韓国ドラマっていうね、そういう固定概念が自分の中にはあるよ。俺のおばあちゃんもそうやけんな。わかった。しかし困ったね。猫が邪魔でテレビが見ないよ。なんとかならんかね。なんとかするね。おばあちゃんのために北斎をテレビの前からどかそう。え、でもさ、おばあちゃん、あんたどっちかって言ったらこっちのタンス見てるよな。クローゼットか。クローゼット見てるよな、お前。なんだおばあちゃん。せめてテレビ見たいんだよ。この辺に座ればいいのに、なぜわざわざこっちに座ってんだお前。それとも何か、これはクローゼットに見えて実はこれがテレビだったんだ。このテレビに見えているこれはまだ別のものっていうことだよ。コーラとか。おばあちゃんのコーラがある。年寄りのくせにコーラって別にいいやろ。このポテチは誰にも渡さんよ。大人げない。紙袋がまたある。コンビニの袋がある。わ、これ絶対北斎が興味持ちそうなやつ。お前、問題のやつです。北斎がテレビの視聴を邪魔してる。これあれやな。ちょっと似て、ウワボビちゃんがボズったやつとそっくりな展開やな、お前。猫バリアでパソコンの周り囲ったら猫が入ってこなかったけど、それで、それの腹いせでディスプレイ噛みついたみたいな感じになってるよ、お前。原作再現じゃないか、お前。原作じゃないやねん、お前。そうやな。じゃあ、原作通りっていう言い方もありやけど、猫バリア使ったら、お前。猫バリア！猫バリアの立ち方が魔法なんですけど。バリアゾーンを作成した。もうこの写真がモノをバズった時のツイートに使い取った画像やし、これ。よっしゃー。えらい！お見事！いたずら回避。多分これはね、
この北斎の頭のとこにはさ、あの怒っとるマークがついてると思うけどな、今クソって感じで、クソって感じで、よかったやったよ。おばあちゃん、おばあちゃん、障害物をどかしたよ。猫が障害物か。ありがとうね、おばあちゃん。これで落語を出るが見られるよ。落語見ようったんだ、笑点かな。よかった。ところでちょっとお願いなんだけど。なんじゃ。お金なら貸さんよ。違うよ。私ね、猫が飼いたいんだ。おじいちゃんは味方になってくれたんだけど、おばあちゃんも味方になってくれるよね。なんで自分のおばあちゃんにも色目使ってんだお前は。ウォーウォーウォー、かわいいウォボイちゃんの頼みとあらば、おばあちゃんは喜んで味方になるぞい。あら、ちょろい。お前だよ、ちょろかった。わあ、ありがとう、おばあちゃん大好き。味方の数プラス1きた。よし、次は村田さん、かっこお父さんに味方しよう。義理のお父さん、あ、義理のお父さんとかいんのか。あ、ちょっと家族構成がちょっと複雑な関係なんかな、義理のお父さん。おお、丁寧に矢印で居場所を教えてくれるからな。でも他のギミック、紙袋とかあるからな、これ。展開が一緒、さっきの展開が一緒ですな。煽っている、しかも、目の、上目遣いも同じ。じゃあ今回はそうだな、手入れてみようか。セカンドチャンスじゃん、お前。何かしてほしいっていうね、そのリクエストにお答えして手を入れてみるわ、お前。え？ギャー、噛まれたー、こりゃ痛い、でも好き。うん、猫に噛まれるって、猫の飼い主からしたら猫に噛まれるって幸せなことなんだぞお前。おっと、コンビニの袋に、あ、 SE が違う。なんかさっきよりもなんか嬉しそうな声してたなお前。ガサガサ、あ、物色している、人のものを物色している。こりゃろくな猫にならんわ。かわいい、かわいい、これはマジかわいい。これもマジかわいいわ、お前。KMK な、略して KMK な、お前。いちいちなんか略しとるよ、俺。大悟か、俺は。北斎は楽しそうにしている。おい、雪だるまみたいな感じやもんな。よー、有効度こんなとこであるんじゃ。よかった、やって。かわいい。これはもう、インスタ映えするぞ、これは。とりあえず村田さんのところ行こうか。こっちトイレがあるな、何気に。チーン。ダジャレを思いついた。トイレ行っといで。わばみちゃん滑ってますよ。本当に滑ったような感じる。もう完全にうわばみちゃんが滑ってる人間っていう扱いになってますからね。あとこっちも見てみよう。あ、裏側にもあった。猫って狭いところ好きやけん、こういうところにも入るんかな。トイレの裏に入ってしまった。どうしますか？放任主義。様子見よう。どこにイベントないんか。じゃあ、出てくるように説得してみようか。悪いことは言わないから出ておいで。これが溜まってるから来てないし、お兄ちゃんが何か飛び散らかしてるかもしれないから。汚いこと言わないでよ。にゃーん、なぜだ、なぜだ。なぜお前はそんな罪を繰り返す。お前出てきなさいって言い方がなんかちょっと警察みたいな感じじゃん。立てこもっとる犯人と警察みたいな関係みたいな感じにしとった、お前。罪を重ねてしまった。猫に話は通じなかったか。こりゃ参ったぜ。気楽。わー、ゴミのたまり場が出てきてしまった。トイレットペーパーが資源を無駄にしたやつはもったいないお化けに襲われるぞ。お前今夜気をつけろ。上踏みを使え。あ、部屋、自分の部屋か。ちょっと勉強でもするか。にゃーん、うわ、嫌な予感がする。あー、邪魔している。北斎がペンを噛む。このままでは勉強はできない。どうしますか。え、じゃあやらんだよ、いいだよ。どうちみち勉強はしないと言うね。
勉強を諦めた。勉強を諦めたら罪なんじゃん、お前。じゃあ、今の夏休みの宿題とか後回しする学生は全員罪だな、お前。もうギルティーやん。ギルティースチューデンツやん、お前。ギルティースチューデンツ、タイトル的になんか小説のタイトルにできそうやな。